はいはい、にゃんこ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 、ちょっといで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 、はい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 猫元気に元気にしてますよ、ということで猫いとく、キャンディーズの曲をちょっと、これキャンディーズの一番最後の曲なのかね、微笑み返しっていう曲ね。で結構今までに、過去のねこのシングルの、タイトルのが、歌詞の中に出てくるというね。春一番が掃除したてのサッシの窓にっていうね、こういう曲なんですけども、埃の渦は踊らせてます。これ原曲のキーはね G だったんですけど、これまあ今これ C で弾いてるんですけど、これもだから C で G を C にしようと思うとカップが7になるんでね、今これカップ4つ目ぐらいにつけてるんですけども、だからあの原曲のキーよりもだいぶ低いです。まあでも、まあ、これぐらいの方が弾きやすいのでこの辺でやってきます。で、イントロがねこういう、イントロなんとなくこんな感じで弾いてるんで、実際はもっとなんかこう複雑なんですよね。ちょっと聞いてみたんですけど、ああこんなん全部できないわっていう感じので、まあこのねこの最後のこの。この上のハモリみたいな、でまあこれ C からここね、で次 E マイナーで F から、ここでね F のマイナー、これ Am と Em と Am ね。
で G。でここから、C。こんななんかハウみたいな辺ね。D マイナーでここまた F これね、これ D マイナーからここのベースをここに持ってくってこれ D マイナーからこれメジャーに。こういう流れを持ってね。で D マイナーからここベースをこっちに持ってきて。でここで半音上がる。これね。で F のメジャーセブン。D マイナー。下から上がっていく感じで、こんな感じの曲です。こう C で弾いていくとね、とても弾きやすい。春らしい曲で、まあ、明るいメロディーなんですけども、ちょっと物悲しい、ね、歌詞がちょっと物悲しい歌詞なので、で E マイナーで F で
で C。微笑み返してタイトルのね曲で春一番がでね、春一番という曲もこれも簡単に弾けますよ。このこれね、E マイナーから、これもね、あの単調の曲ですね、マイナーキーので、 G で DB マイナーの B7 っていうのね、最初この6弦側を使ってこうベースをこう動かしてるけど、感じの、曲ですよね。春一番で雪が溶けて川になって流れて行きますっていうね、ね、こう E マイナーから G、 こう、ね、G これ2弦を押さえてるけど、で D、 D はもうこことこれだけで E マイナという曲で、ね、キャンディーズもね結構いろいろ名曲があって、ね、吉田拓郎がね提供した曲も、あの優しい悪魔とかね、
アンドゥトロワというあれも吉田拓郎の曲で、こんな感じの、アンドゥトワですね、これもキャンディーズということで、キャンディーズの曲を何曲かちょっとやってみましたけど、ちょっとかなり適当に弾いたんでいろいろ間違ってるかもしれないですけども、ちょっとね春っぽい曲をやってみました。